1862年生まれのシダネルと1860年生まれのマルタンは1891年フランスのパリで出会いました。すでに画家として活躍していたマルタンは年下の生真面目なシダネルに友情を感じ、二人の親交は生涯続くこととなります。豊かな色彩や点描が特徴の印象派の画家だった二人は、人間の内面に焦点を当てた象徴主義の運動が広がると作品に変化が反映されるようになります。会場でまず目を引く大きなサイズのこの絵、フランスの詩人アルフレッド・ドビニーの詩から着想を得て女神を表現したと言われています。マルタンの特徴が一番現れているというのはどういうところでしょうか？そうですね、目元のあたりに神秘的な表現になっています。体全体もですね、後方から光が当たったような表現になっていまして、植物をまとっているような雰囲気になっています。作品全体から明るい光を感じます。こちらはシダネルが結婚した妹を描いたと言われる作品です。漕ぎ手が映ってませんし、オールもありませんので、なんとなく不安な感じも受ける作品ですね。ですけれども、肩のあたりには光が当たってたりとかで、希望みたいなものも感じられたりですね。光は柔らかく静けさを感じます。マルタンは明るい光を、シダネルは柔らかい光を表現しています。続いてはマルタンだけが手がけた大装飾画です。フランスのおよそ12カ所の公共建築に装飾画を描いています。これは行政の最高裁判所の役割などを果たす国務院の壁画を描くための練習として描かれた舗装工です。筆のタッチというのもですね、近景と中景、遠景それぞれで大きく分けていまして、奥行きを感じたりとかですね、色自体もホワイトが入っていてですね、光を特に感じる作品にもなっていますね。当時は描かれることが少なかった労働者を描写しているのは画期的で、完成作品とは少し違うこのような絵を50枚から60枚描き、イメージを固めて作品を完成させました。一方シダネルは人口100人ほどの小さな町ジェルブロワを気に入り住まいを構えます。だんだん作品の中から人物が消えていきます。でその代わりにですね、グラスだったりとか、皿だったりとか、そういうものから気配を感じるようなですね、作風に変わっていくのが、この頃の特徴になります。シダネルはこの町でですね、自分の好きな花、特にバラを植えてですね、今ではバラの町として有名な町になっているんですけれども、ここで作品をたくさん描いています。ジェルブロワをバラで観光地にしたシダネル、施設の壁を装飾画で飾ったマルタン、二人は共に愛するフランスに違う形で功績を残しました。